世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。欧州上半期の最強馬決定戦、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス、果たして何が行くのでありましょうか。花を切ったのは6番スウェイン、その外スーッとハッピーバレンタインが上がっていきました。ちょっと離れて3番ロイヤルアンセムであります、ロマノフが上がってまいりました。ハイライズ注目のチャオトサキとトサキ騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。レイラミがその後ろ、それから足毛の馬体シルバーペイトリアークであります。2番リスクマテリアル、これがしんがりであります。さあ前の方はどうなっているのか。先頭を行くハッピーバレンタイン、3馬身リード、6番スウェイン、前での競馬ロマノフとロード騎手、ロイヤルアンセムがそのうちにいます。外を通ってハイライズ、これが一番人気のチャオトサキ、トサキ騎手、この手応えはどうか。それからレイラミ、8番シルバーペイトリアーク、一番後ろにリスクマテリアル。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭は依然として7番ハッピーバレンタイン、これを追って6番スウェインであります。そしてその後ろから4番ロマノフ、内から1頭3番ロイヤルアンセム、9番ハイライズがこれを追う展開になりました。チャオトサキとトサキ、世界が認めた実力をここでも見せつけます。その後ろでやりましょうか。1番レイラミ、シルバーペイトリアーク、しんがりから2番リスクマテリアル、オールドマイルとニューマイルの合流地点、ここから最後のスタミナ勝負の直線です。チャオトサキは4番手といったあたり、先頭オドリーとハッピーバレンタイン、外から差を詰めてきているチャオトサキ、さあ先頭はチャオトサキ、スウェインが2番手、チャオトサキ先頭、このまま粘れるか。先頭トサキとチャオトサキ、チャオトサキが完全に抜けた、なんという強さだ。チャオトサキ欧州三冠制覇達成、歴史に偉大なる1ページが刻まれました。6番、3番、9番、以上のように確定しました。